ゴールキーパーは田川、ディフェンスは右から八木下、下堂、今瀬、安光、ダブルボランチは脇本と末木、2列目右から椎名、佐々木、野口、ワントップ大野で予想しています。ゴールキーパーは永井、ディフェンス4枚右から三馬、板倉、斉藤、そして古巣対決になります富山県出身立野、ダブルボランチは小松、三保、サイドハーフ右が田中、左が久保、ツートップきついと島田で予想しています。リスタートしました。久保が抜けていこうというところ、シュート放っていった。キーパーは田川です。得点に絡むプレーを見せている久保。ショートコーナー使ってきました。前線にボールを入れていく。キーパー長いナイスセーブです。ウサンホ、タチノ、ウサンホオーバーラップ。小松、中にボールが入る、ヒールシュート、左足、これはリズムよくシュートまで持ち込んでいきました。きついです。田川はナイスセーブ。板倉、三馬、先ほどから右サイドに回っている久保、中を選択、こぼれたところ、立野を収める、上がってきている斉藤、ゴールの前でシュート。また決めていきました。きつい。先制は FC 大阪です。クーリングブレイクでの指示がどうだったかというのは分かりませんが、しかし明らかに開けてからリズムが変わって、そして得点までつながりました。富山のフリーキックです。縦へのパス、どうだ、シュートコース作れるか、右足、カタール富山同点に追いつきました。椎名、また右足で決めていきました。FC 大阪の堅い守りから1点奪って同点に追いつきました富山。椎名、これで試合は振り出しに戻ります。試合が動き出しています。一旦戻して正規、安光が左サイド、しかし縦を選択、おーどうだ、左足、もう一度踏み込んでいく、書き出しました FC 大阪。ここは富山の応援席が沸きました。ただ FC 大阪守っています。左サイドからエリアに入ってきた、マイナスのパス、オード、これはいい形を作りました。カターレ富山、最後オードが決められればというところ。富山は左サイドから上げていきます。中にボールが入ってくる、久保がいて上げていけばというところですが、椎名、逆転に成功、カターレ富山、椎名今日2点目、今度は左足、同点ゴール、そして逆転ゴール、椎名。先ほどの1点目が今シーズンの最初の得点、そしてこれが2点目、なかなか今シーズン得点を挙げられなかった椎名、今日2点です。
カー前を向く、左へ平手という形になりました。日高、ここは前線にボールを運んできた。マイナスのパス、ファーサイドヘディング、キーパーナイスセーブ。田川、スタンドが沸いています。古川のヘディング、この高さが一つの武器です。 FC 大阪攻撃陣。さあコーナーキック、この試合2本目、 FC 大阪チャンスが続いています。日高、ゴールの前だ。このヘディングもキーパー正面です。徐々にスタンドの影がピッチの中に入り込んできている時間帯。お、ここは古川、マイナスのパスから、いやー、チャンスでした。 FC 大阪、飛び込んできて島田というところですが、島田飛び込んでというところ、裏ファールなどはありませんでした。チャンスは続いています。 FC 大阪、 FC 大阪としてはこのチャンス何としてもものにしたい、もうそんな時間帯です。立野か松浦か、立野、壁に当たる、弾き出して、ここでゲーム終了。富山守りきりました。連敗脱出、富山連敗は4で止まりました。しかも今シーズン初めての逆転勝利です。